羽生結弦さんに思わぬサプライズ、ファンの愛に感涙。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロフィールスケーターの羽生結弦さん、27のファンであるコラムニストが6日、青い光の海。ファンが羽生結弦にサプライズ、彼の涙を誘うことに成功。との文章を中国のポータルサイト100度、バイドに掲載した文章は、まず、 愛することと愛されることとの間の最も美しい関係は、おそらく双方向だろう。あなたが私に感動を与えてくれたから、私はあなたにサプライズをお返ししますとした。その上で、羽生さんが11月4日、5日に初のワンマンアイスショー、プロローグの横浜公演を行ったことに言及。このアイスショーは、世界中のファンに捧げた、心のこもったプレゼントとなったとし、90分を超える長丁場、8つのプログラム、 休憩時間もほとんどない時間配分、彼の競技人生が刻まれた貴重な VTR。そして、リンクに刻まれた息を飲むような芸術と綴った文章は、プロ転校から4ヶ月足らず、彼がファンのために用意したこのプレゼントは想像を超えるほど豊富なものだったとする一方、彼自身も2日目の公演のフィナーレで会場のファンたちから、真っ青な星の海という特別なプレゼントをもらったと説明。 ハニューさんがアンコールを受けてリンクに戻った際に会場の観客たちが一斉にバングルのライトを青にして迎えたことを紹介した。そしてアンコールのパリの散歩道の後にリンクを回ってファンの歓声に応えたハニューは感動していたようで頭を下げて歓喜まぬような様子が見られたと説明。どんなにロマンティックなシーンだろうか。青はパリの散歩道のテーマカラーであり、 彼のスケートの特質が最も現れていると言っていい色だとした上で、ファンたちが逆に羽生にプレゼントをしたこのような双方向のやりとりは本当に美しく、とても感動した。と綴った文章は、このサプライズの舞台裏として、あるファンがツイッターで明かした内容を紹介。それによると、アイスショーの最中に観客席で、周りの席の人にもこれを回してください。 最後のアンコール前にバングルのライトを青で光らせて、頑張った羽生選手に皆さんの気持ちを伝えませんかなどと書かれたメモが回されていたという文章は、新型コロナウイルスの影響で、ファンたちは彼への愛と感謝をリンクにプレゼントを投げ込むことで伝えることができなくなってしまった。しかし、その気になれば方法はあるのであるとし、プンさんの雨を降らせることはできなくても、 満天の青い星空をプレゼントすることはできる。愛とは、海や山を隔てても必ず届く気持ちなのであると結んだ翻訳編集。北田ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。